お世話になります。一人でございます。アーマーガーってかっこいいですよね。となるとストーリーで無双してくれるのかが気になって夜眠れない人も多いのではないでしょうか。剣盾ではこの無双企画のためにか、いわゆる卵バグというバグが現存しているんですよね。でこの卵バグを使えばなんとレベル1の最終進化系のポケモンを製造できるんですよね。ということで今回は卵バグで製造したレベル1アーマーガーでストーリーは無双できるのか検証していきたいと思います。ルールは最初に交換できるとここまで普通にストーリーを進めた上で、その後アーマーガーの卵を交換して孵化させ、そこから基本1体でストーリーを進めます。ダブルバトルの際はその都度適当にポケモンをゲットし、相手への影響が最も低い技を使用します。その他細かいルールは概要欄をご覧いただければ幸いです。はい、じゃあそれではね、交換やっていきたいと思います。初ですね、通信交換を始めると、はい、これでこっちはヒバニーちゃんをね出していきましょう。はい、よし、卵来ましたね。はい、どうも。はい、じゃあまずは孵化させていきましょう。オッケー、来ましたね。はい、孵化しろよ、頼む、来てくれ。はい、来ました、謎にアーマーが、しかもはみ出てる、めっちゃはみ出てる、見えないし、おいおやばいな、改めてこのバグは本当に。はい、こいつアーマーがちゃんといますと。レベル1でね、名前は無双ガーにしましょう。はい、じゃあとりあえずスタートということで、星ガリス適当に戦ってみよう。はい、じゃあここで鋼の翼いきなり覚えてますからね、強い技使っていきましょう。おー、そこそこ削れて、やばい、尻尾振るはきついぞ。あ、ミラーまで、オッケー、早速大活躍してんじゃん。普通に当たっていく、オッケー、ナイス、効果今一つ。でも3くらってなかなかきついが、尻尾振るやられていくが、ミラーマー、そっか、そういうことか、ミラーマー相手に跳ね返すから強っ。オッケー、ミラーマー激強じゃん。無双企画で初めて最初のポケモン倒せたと思う、多分これ。じゃあもう少し戦っていきましょうか。ポケモンセンター行かずに2連チャン戦えることなんて初めてですよ、本当に。完全に尻尾振るを跳ね返すミラーマー、また役に立つ、めちゃめちゃ強いじゃん。オッケーオッケーオッケー、3連チャン戦っていこう。回復せず戦うっていうね、なかなかね、いい状況ですねこれ。いやー強いなーこれマジで。もう一回戦っていこう。オッケー、ナイス、強っ。よし、7レベルまでいきましょう。オッケー、ナイス、あと1体倒そう。いやーこれいいね、これは無双できそうだなマジで。もう戦わないでどんどんいっちゃおう。いやー、リザードンには勝てねえだろうなきっと。これ一番厳しい相手だな。木炭もらったけどいらねえって。オッケー、エールダンとの勝負だね。普通に倒しました。はい、2連戦全く食らってない。お、2対2か、倒していく、普通に余裕ですね。いく、ライバル戦だね。急所に当たって3しか食らわないってやばいでしょ。オッケーオッケー、余裕、無双だ。オッケー、勝負してやるぜ。がむしゃら、めちゃめちゃきついぞこれ。ナイス、倒した。オッケー、当てていく、ナイス。これは無双と言っても過言ではないでしょう。怖っEVのトレーナーのやつの顔だけ浮いてやがる。余裕で勝たせていただきますよ、余裕だね。ダイジェットで終わり。はい、無双トップと再戦ですね。オッケー、普通に余裕。はい、余裕すぎるマジで。おっしゃ、行こう。オッケー、さすがに倒せるよね、弱すぎんな本当に。普通に倒していく、止まってる、あいつカチコチになってる、ろう人形みたいになってるよ。ガムシャラまたやってきやがった、ガチ強いんだよマジで。とりあえず倒していく、ちゃんといいね。オッケー、余裕、余裕で無双。おい、初対戦タイプ相性がマジでいいわ。いやー危ねえ、負ける、モルペコ強え、残り HP2 でギリ勝った。こいつが一番難敵だろうね、めちゃめちゃ勝てえわ、さすがに勝てねえわ、しかも急所だし。こいつなんとか倒せた、どうしても勝てない、最悪、マジかよ、急所に当たったし。うわー、また負けた、光の壁を暴走すればワンチャンいけんじゃない、強すぎんなマジで。急所で死んだし、プラスパワー使うしかねえか、一発で持ってけた、また戦うよ。オッケー、よし、倒した、オッケー、勝利。フォローカーずるいぞお前、特性入れ替えられた状態で死んでいくのはマジで辛い。で倒していく、ナイス、倒していく、催眠術、ちょっと待って、最悪、たたり目で負けた、呪いはきつい、強いわマジで、呪いやられた、また負けたよ、呪いやられた、急所かよ、うわ負けたわ。光の壁を忘れさせてビルドアップ、ダイジェット、オッケー、倒した一発ビルドアップゲーだわこれ。あ、戦うの、一発、ナイスナイス、無双だね。光の粉を持たせていきましょう、よし、ビルドアップ最強だな。オッケー、もし一発、はい一発、ビルドアップゲーじゃん、ここで戦うのかよ。はい、余裕で倒してく、一発で倒す、なんとか倒した。はい、一発、これは余裕でしたね、あんたのメロンいただくぜ、ビルドアップ最強、ナイス、やっと倒した、倒した、よし勝負するぞ。はい、無双倒していく、余裕だね、これは無双と言っていいでしょう、よし戦おう。オッケーオッケー、強すぎんなマジで、よし余裕、無双、よっしゃービルドアップしまくろう、ナイス、余裕です、やめて、死んだ、うわマジか、カウンターはやばい、カウンターはきつい、待って、またやられた。ビルドアップ積まないでいきましょう、カウンターしてこなかった、普通に勝ちましたね、よし、
なんとか言ったトラップシェルバッグは、うわマジか、一発で死ぬんか。でこいつトラップシェルしかやってこないからビルドアップでガン積みしよう。おっしゃ一発で持ってった。いやこれ実質2対1だからほんときついんだよこれ。ここでガン積みしてこう。ビルドアップ、ほらきつい。オッケー倒した、ナイス持ってった。おっしゃマヒーの状態で余裕勝ちしましたと。マリーはいけるよ、急所にあったらしきだな。おっしよし倒した、ナイス。お前には絶対負けねえ、ガン積みしちゃいましょう。ビルドアップナイス、オッケー一発で倒した、ナイス一発。押し倒した、これは無双でしょ。おいどうも久しぶり。よし、うわ最悪死んだ、やけどで死んだわ。オッケー倒した、オッケー一発で倒した、ナイス。オッケーダイジェットで一発、ビルドアップ済みの。タイプ相性的にお前弱いんだよ、ビルドアップしとこう。オッケー倒した、無双。オッケー一発、雑魚め。じゃあこいつは余裕だな、一発で持ってく。オッケー一発ナイス、オッケー一発で持ってった。オッケービルドアップ済みのダイスチルで倒していく。このアランカル野郎には散々やられたからね、今回一発でぶっ潰す。押し倒す、うわシャンデラきついな。普通に倒した、オッケー一発、オッケー鋼の翼で一発持ってった。オッケービルドアップ済みのダイジェットで一発、お前はビルドアップで潰す。よかったギリ勝利。いやトラップしてるしかやってこないからここでね積んでいこう。うわダイモンジャッジきた、やばい死ぬ。炎タイプ2連続きついわ。オッケー一発で飛ばした、おっし余裕。オッケーよかった急所で勝った。ローズさん久しぶり、おっしゃ一発、よし倒した。ナットレイブレイブバードで一発、オッケー倒した、勝ちました勝利。あぶねー、ブレイブバードで倒していく。まあ大番つらかったけどようやくゲットできた。高見盛りの真似してんじゃねえよ。急所で負けた、うはえー、あ無限ダイナいるし手持ちに。マジかよ、無限ダイナ逃がし忘れてたわ本当に。はいじゃあグッバイ。マジかよ、また急所で死んだ。ビルドアップしていく、あーなんとかギルガルド倒した、もう20ターンぐらいかかったかな。10万ボルト、また急所かよ、しかもなんとかドラバルト倒した。マジかよ10万ボルト覚えてんのかよ、マジきつ。羽休めを光の壁に変えて回復は普通にアイテムでやっていこうと思います。なんとか持ってったね、よしやっと倒した。いやもう一発入れとくか、ビルドアップ光の壁やっとこう。ナイス倒した、巨大極限耐えるかな、光の壁張ってあるから耐えるはず。オッケー耐えた耐えた、これオッケー、よかった光の壁なかったら負けた。おっしゃ倒した、ようやく倒せた、ダイジェットでビルドアップマックス済みでようやく倒せましたね本当に。なんとか運もあって勝利しました。はいということで検証結果、卵バグで製造したレベル1アーマーガーで、ストーリーはあまり無双できないでした。タイプと特性ミラーアーマーが序盤では最強で無双でき、後半もビルドアップをガン済みすればほとんど無双できたのですが、時々相手がやってくる炎や電気技にもお手上げで、特に炎は日差しが強いとかそういう状態の時もあるので、それはなおさらきつかったですね。また呪いとか火傷などの毎ターンダメージも特に厳しく、ゴースト炎電気は物理技でなく特殊技をねそれなりにやってくる点でもきつかったです。ただ受けポケモンは安定的な印象もあり、一部ポケモンを除けば無双されまくるというほどやられたわけじゃないので、今までやったポケモンと比べると活躍ができたんじゃないかなと思います。まあ、正直言うと無双がというよりマーマーがという名前が正しかったですね。